上泉塚古墳と下泉塚古墳下泉塚古墳は、福井県三方上中郡若狭町日狭にある古墳。形状は、前方公園墳。上中古墳群を構成する古墳の一つ。国の史跡に指定されている。福井県南西部、若狭地方中央部において、北川左岸の丘陵上に築造された古墳である。北川流域で、若狭の主張母系譜を形成する上中古墳群のうち、 最も西方の日笠古墳群に属する。本古墳は南側に並存する乗船塚古墳と合わせて夫婦塚とも称され、現在は乗船塚古墳との間を旧国道が通る。これまでに1990年に旧上中町教育委員会による範囲確認調査が実施されている。墳形は前方後円形で、墳球主軸を東西方向として前方部を正方に、 向ける。噴球は二段蓄積。噴球表面で、埴輪が採集されているが、吹き石は認められていない。噴球周囲には、縦型の集合が巡らされており、集合外邸でも埴輪が存在したとされる。主体部の埋葬施設は明らかでないが、石室が存在したとされる、公園部、前方部に大規模な洞窟港が存在する。 この下仙塚古墳は古墳時代後期の六世紀中央頃の築造と推定される。若狭地方の応募としては上仙塚古墳に後続する最後の前方後円墳に位置づけられる。被創者は明らかでないが、脇袋古墳群から続く上中古墳群は若狭国造の柏での一族の主張母群と考えられており、本古墳もその一つと想定される。 古墳域は1935年に国の史跡に指定されている。古墳の規模は次の通り。墳丘の形態は上泉塚古墳と異なっており、脇袋古墳群の上の塚古墳との類似が指摘される。ありがとうございます。